아어역시유카채널은아유카아주대주아여기혹시오늘집을보여준다는거기유카채널맞나요아네거기가에뭐요리してるんですか아いつでも家でするようにあそうなんですあ入ってもいいんですかはいどうぞあありがとうございますちょっと見てもいいんですかねはいここがはいシンバルちゃんシンバル、あー、いろんな靴が、あー、そうですね。こんなに靴ありますけど、はい。はい、これしか使わないです。あ、この二つしか使わないんですね。なるほどですね。あ、ちょっとなんか耳一本ないんですけど、大丈夫ですか？負傷しました。はい、すみません。じゃあ、申し訳ございません。違う。入りますね。あ、ロアンティも今日は、そうです、ゲスト。はい、ゲストロハンティがいるんですね。キュンコしてご機嫌です。はい。じゃあ家の紹介してもらってもいいんですかね。はい。どうしよう。こっちリビングルームから。リビングルームから。あー、えらいえらいえらい。えらい。えらい。はーい。そうです。はい。そんなにね、こう広くはないんですけど。はい。一応ちょっとアヌカン。うん、ふんアダマンアダマン雰囲気를내고싶어서はいベイジ색깔ソファル넣고요はい그리고여기에로한침대가있는데이거는움직일수있어요그래서낮에는여기에있고저녁에는우리방에있습니다그리고짠 TV 台なんかこれあはい すいませんあとなんかこれなんか好きですねなんかこういうキャンドルとかこういうのも持ってるし、これなんか結構高いお皿ですか？タイのチャトチャマーケットで、はい、スンちゃんに買ってもらいました。なんでそういうなんか普通に、本当は名産、はい、のピーンってやつなんですけど、はい、あまり使わなくて。なんでスンちゃんに買ってって言ったんですか？欲しくて。それでも普通のなんか鍵のお皿になったんですね。使われてます。はい、まあここのこの可愛いですね。ちょっと説明もらってもいいんですか？いや、特にまあ説明するのないかな。はい。これは、すんちゃんのお楽しみコーナー。お楽しみコーナーですね、すんちゃんの。はい。いろんな雑誌とかも。はい。ヒップホップ好きですね、この子。そうです。ちなみにいつも家でそういう服ですかね？もちろんです。ちょっと信じられませんですけどね。もちろんです。あ、そうなんですか？なんか今日なんか家の紹介するから、わざとこういう。いつもで。あ、いつもですか？ロアもちょっと不思議な顔してるんですけども。ロアも今、違いますけど。あと、はい。韓国에서필수인건、じゃん、コンギチョンジョン。あ、そうですね。コンギチョンジョンギと。これ3キロ、ゆかさい、毎日やってるやつですか？違うんですね。そしてこれ、チ、は、ェ、い、カジョンジェプン。あ、チェエですね。はい。はい、これは、はい、すごい迷ったんですね。他の有名なブランドと。はい。でも、いろいろ調べて、はい。まあ、家の色とかとも合わせたかったので、これにしました。ああ、いいですね。もうこれは語りたい。すごい。でも、みんな調べてね。はい。これ、すごいいいよ。はい、次は。これも移動で、ここにあったり、あっちの部屋に置いたりするんですけど、ロハンティの、はい、いろんな。お使いグッズとか、あとお風呂後の、使う、オイルとか。あ、まあ、ロハンセットです。なるほど。ああ、ロハンのものですね。そうです。じゃあ、ロハンの赤ちゃんの商品を見てる会社の方に一言お願いします。ぜひ、ひょっちゃん待ってます。あロハンも、言って。ひょっちゃん待ってまーす。ちょっと笑って。あ、めっちゃ渋いや、顔。そうそうそう。はい、次。はい。で、これは、はい、おむつ変えた時に臭くならないように。はい。すごい。そうなんです。これ匂いなくなる。あー、20、あ、すごいな。20でね、ブロックしてくれるゴミ箱です。はい、次は。こちら。まあ、ちょっと、フィーリング。そっち見てください。あ、そうです。はい、そうです。あ、これ、インテリアって感じですか？ TP です。あー、TP ですね。あー、いいっすね。結構主婦ですね。そうです。はい。全然似合わない。はい、次。あとは、化粧室、トイレ1。トイレ1ですね。特に。まあまあ、普通のトイレ。はい。あとは、こっちがキッチンになります。キッチンです。はい。これが、冷蔵庫。そりゃそうやろ。
そんな説明いらない。そう、いらない。あと、ゴミ箱は、一応分けてね、捨てなきゃいけないから、ビニール、紙、はい、これは一般ゴミ、はい、こっちプラスティック。あとなんか、露伴の、いっぱいですね。はい、あとは、まあ、キッチンはこんな感じで、まあ、哺乳瓶とか、最近はすごい、消毒してますし、あとこれ一回ボコボコって沸騰させて、その後80度でキープしてくれる、なんていうんだろう、電動ポット、はい、です。お茶用ですね、あれ。すごい良いです。今麦茶を入れてます。まあいいんですか、わかんないんですけども、あの冷蔵庫をちょっと中、あ、冷蔵庫チェック、いいんですか、いいんですか。冷蔵庫の中はもうほぼ裸を見る感じですからね、主婦には。はい、どうぞ。おー、えらい。いろいろありますけど。これなんですか？これはなんか、はい、ちゃんのお姉ちゃんからいただいた、はい、ハニャです。ハニャ。なんか産後に飲むといい。デコポンとか。ああ、野菜いっぱいですね。野菜野菜。はい。主にすんちゃんが料理をしています、最近は。はい。あとは、スタンドリールーム。あ、ここはあの、すんちゃんが一番好きなとこ。そうです。なんかすごい言われたらここで一人で。泣いたりとか、ここでお茶とかしたり。ああ、そうなんですね。下が洗濯機で上が乾燥機になります。はい、もうね、あの、いいですか。はい、いいですよ。子供ができて感じたのは、はい、前はほんとちっちゃい洗濯機でうちら2人過ごしてたんですけど、乾燥機はマストです。マスト、本当になかったらどうやって過ごすんだろうと思うぐらい。ロハンティが結構お洋服を汚すので。はい、お前もでしょ。そうですね。一日何回も洗濯するので、これはグッドです。え、あとなんかすごいいいものが置いてる。見ちゃいました。はいはい。なんか嫌そうですね。すごい言い方腹立ってね。そんな言い方ないやろ。なんかね、はい、なんか、はい、これ何ですか。集めてるみたいです。ああ、そうなんですね。なんか説明はいらないんですか。これがすんちゃんのあのカラクションですか。僕は、はい、そうです。あとカメラとカメラ、そう、カメラ系のもの、はい、あります。じゃあこっち行きますか。あ、これ最初の部屋ですか。服屋さん、おっぱん、おっぱん。服屋さんって。服のお部屋です。あ、服のお部屋と、あのなんか化粧するとこですね。あとはお洋服は、まあちょっとこんな感じで。ああ、でも意外と結構、意外とどんなイメージ。2個目のお部屋は、はい、特に何もないんですけど、はい、ゲストルームです。ああ、ゲストルームですね。はい、はい。ああ、なんか用意してるんですね、もう。そうです。まあ、家族とか友達とか来た時に寝てもらえるような、はい、はい、ああ、なるほどですね。はい、じゃあ、あと、まあ、メインですかね。メインの私たちの部屋に行きましょう。はい、ドラゴさん。ああ、すごいですね。はい、私たちのペットはシモンス買いました。ラジキング、ラジキングかな、はい、のちょっと大きめのペットにしました。へえ、じゃあここであのイーロロちゃんまたできるんですか。わかる。はい、はい、で、まあ、あ、うん、ここは、はい、ロハンおっちゃんみたい。あの、すごい、あの鼻の下だけあの汗かいてるんですけど。おっさんですか、大丈夫ですか。今結構暑くて。あ、そうなんですね。結構豚感があって。そうです。あ、はい、すいません。はい、ヒロメのイゴネオ、ロハンおっちゃん行くよ。はい、ロハンおっちゃん行くよ。ヨロカチスミダ、適当ですね。ヨロバ。ユギドもピリハンゴツリ一緒や。あー、で、ミヤネオ。はい、はい、で、お、ヨロブステーションだよ。じゃらん。あ、여기가이제유카채널이できる。ねえ。昔はこのクソ。これも頑張ったよ。まあね。でも、もうほんと5、6年ぐらいか使ってて、はい、ちょっとあのサウンドもおかしいし、ちょっとね、すごい遅くなっちゃったので、今回、すんちゃんが買ってくれました。はい。すごい、あの、でも使いやすくて、やっぱりデスクトップ。いいねって思ってます。なんかこのレインボーは何ですか。これはあの、もゆすゆ貼れて、はい、あ、すゆクッションいいね。はい、이거없으면은너무힘들어요。はい、이런느낌인집입니다。여러분잘보셨나요。여기가우리랑로항이지내는곳입니다。재밌게보셨나요。네，그러면오늘도마지막까지봐주셔서감사합니다。인스타그램또TikTok 팔로우또채널등록もお願いします。バイバイ。次の動画で会いましょう。バイ。バイバイ。